ケンノートンジュニアは、イリノイ州ジャクソンビル出身のアメリカンフットボール、選手。ポジションはラインバッカー。父親は、ボクシングヘビー級世界チャンピオンとなったケンノートン。スーパーボールで3年連続優勝を味わった、最初の選手である。好プレイを見せた後には、ゴールポストや空中にパンチをするアクションを行った。現在シアトルシーホークスで、 ディフェンスコーディネーターを務めている。ロサンゼルスの高校時代、彼はランニングバックとしてプレーし3年時には1回あたり8.8ヤードを走った。1984年に UCLA に入学した。彼はラインバッカーにコンバートされた。彼の大学在学中の4年間チームは毎年ボールゲームで勝利を収めた。1985年チームは パシフィック10カンファレンス優勝を果たした。彼は1986年に106タックル、1987年に125タックルと2年連続チームトップのタックルを記録、4年間で大学歴第6位の339タックルを挙げた。1987年にはオールアメリカンにも選出されディック・バトカス賞の最終候補にもなった。 1998年に UCLA の殿堂入りを果たしている。1988年の NFL ドラフト2巡目でダラスカウボーイズに指名されて入団した。この年彼は親指を骨折しシーズンの大半を故障者リストで過ごした。1989年にはジェシー・ソロモンとウィークサイドラインバッカーのポジションで併用された。1990年 ソロモンがホールドアウトした末にタンパベイバッカにやーずに放出されたためスターターとなった。膝の負傷で最後の2試合を欠場した。1991年に膝の手術をした。彼はストロングサイドラインバッカー、ミドルラインバッカーとして起用された。1992年守備の中心となった。彼はチームトップの120タックルを上げて1990年代に なってから、初めてとなるチームのスーパーボール制覇に貢献した。サンフランシスコフォーティナイナーズとの NFC チャンピオンシップゲームでは、スティーブ・ヤングのパスをインターセプトした。第27回スーパーボールでは、第2球に、バッファロー・ビルズの q b ジム・ケリーを退場に追い込んだ。またビルズの、第3ダウンゴールでのケネス・デイビスのランを止めた。ビルズは、 第4ダウンギャンブルを行いトーマス・エベレットがインターセプトを挙げた。また第4球にタッチダウンを挙げている。この年チームは守備で NFL1 位の成績を残したが、プロボールには誰一人選ばれなかった。1993年には二頭筋が断裂したままプレーを続け、チームトップの159タックルを挙げてスーパーボール連覇に貢献した。この年初めて、 プロボールにも選ばれている。NFL のフリーエージェント、サラリーキャップが導入された元年となった1994年、カウボーイズはドラフトで選手を獲得する方針をとり、彼や、ダレン・スミス、ティクソン・エドワーズ、ロバート・ジョーンズ、ランドール・ゴド・フェリーらと高額契約を結ばず、ノートンは5年間800万ドルで、サンフランシスコ・フォーティナイナーズと契約した。 この年の9月5日、開幕週のオークランドレーダース戦で彼と、ブライアント・ヤングのタックルを受けた相手 RB のナポレオン・マッカラムは、膝が不自然な形に折れ曲がる、大怪我を一選手生命を失った。この年ナイナーズでもスーパーボール優勝を味わった。彼は、スーパーボールで3年連続優勝メンバーとなった、最初の選手になった。 1995年のセントルイスラムズ戦で NFL のラインバッカーとして初めてにインターセプトリターンタッチダウンを挙げた。この年自身2度目のプロボール及びオールプロに選ばれている。2001年サラリーキャップに悩むナイナーズから解雇された。2000年までの13シーズンで通算12サック、5インターセプト、13ファンブルリカバーなどの成績を残して 現役を引退した。現役引退後テレビやラジオでの解説やロサンゼルスに、ある、ハミルトン高校でのコーチを務めた後、2004年、ピート・キャロルヘッドコーチが率いる USC に、ラインバッカーコーチとして就任、ローファータップ、ブライアン・クッシング、クレーマ・シューズラを育てた。2008年1月、UCLA の新ヘッドコーチより、アシスタントヘッドコーチとしてのオファーがあったがこれを、 断り、2009年1月7日より、守備担当のアシスタントヘッドコーチに就任した。彼の指導のもと、優れたラインバッカーが育ち、ローズボールの MVP を3年連続チームのディフェンス選手が獲得している。2010年1月11日、シアトルシーホークスのヘッドコーチとなった、キャロルのもとで、これまで果たした役割を担っていくことを発表した。 シーホークスには2014年シーズンまで在籍し、2015年2月、オークランドレーダースのディフェンスコーディネーターに就任した。2018年1月8日にアシスタントヘッドコーチに就任したが、その翌週にシーホークスのディフェンシブコーディネーターに就任した。ありがとうございます。